ではですね、時間になりましたんで始めたいと思います。今日はですね、朝鮮半島情勢を一連の企画シリーズで考えてきた連載ものですね、第6回にあたります。これまではですね、いろんな学識経験者や専門家の方々にですね、講演という形でいろいろデータをいただいたり勉強させていただいたりしたんですけども、今日はですね、ちょっと趣向を変えまして、現役のこの永田町で日々動かれている安全保障について詳しい現役の衆議院議員2人に来ていただきまして、今の情勢について今後の見通し等も含めてですね、議論していただくと、対談方式で、対談方式といいますか、2人がいろいろお答えていただくという形でですね、議論したいと思います。その二方のまずこの左、私向かって右側ですね、小野寺いつもりさんでございます。小野寺さんはですね、第二次安倍政権、2012年ですか、発足の最初の防衛庁長官、防衛大臣ですね。で2年やられたですね、ちょうど安保法制の前までおやりになって、閣議決定の時は小野寺さんですね。で次に永谷さんに引き継がれたと。でその後は政調会長代理とし、代行ですか、代理ですね、活躍されて、今の自民党のいわゆる国防族の中ではですね、中堅以上の、存在感がありましてですね、最もそのなんて言いますかね、その外に向かって発信する、上でですね、非常に分かりやすい形で話していただける論客であります。最近ですね、今のこの国際情勢の大きな変化の中で、中国が台頭しですね、米国が、ある意味後退する中でね、しかも北朝鮮のですね、ミサイル発射能力、精度がだんだん高くなっていく中で、今の日本の安全保障はこれでいいのかという問題意識からですね、このままそのいわゆる飽和攻撃ってんですね、ミサイルのね、何発もミサイルが同時に飛んできたときに、今の日本の安全保障体制ではとても対応できないと。それについてですね、やはり、ある意味敵基地反撃能力というんですか、を持つこともですね、検討すべき時期になったんじゃないかということを国会で質問され、実際自民党の安全保障調査委員会のですね、小委員会を作られ、自ら座長として提言をね、つい最近安倍さんに出されたという方でございます。日本記者クラブではですね、もうすでに4回目来ていただいたのですね。安全保障法制の時、その他の時にも来ていただきましたけれども、非常に印象に残っているのはですね、例の 3.11 のね、被災の後ですね、この方は気仙沼が地元なんでね、その時にその被災地のですね、状況についてここで語っていただいたんですね。その時私今でも忘れられないのはですね、小野寺さんの弟さんがね、その船、漁業をやってらしてですね、大きな津波が来た時にですね、その船を上げるんじゃなくてね、むしろこの遠洋にですね、船を出していって結果的に助かったというお話を聞きしてですね、未だにそれが忘れない思いでございます。非常に明るく、はっきりものを言う方なんでですね、今日は、安全保障中心でありますけども、今の状況についてですね、いろいろ語っていただきたいと思います。一方、長島さんはですね、この方もなかなか今話題の方でございます。大学卒業されたとですね、7年間ですか、アメリカにいられたのね、シンクタンク大学で安全保障を勉強されて、それで、民主党ですね、から国会議員になられて、影の防衛大臣、シャドーキャビネットですね、それから、政権取られた後は、防衛政務次官、
それから野田内閣の時には補佐官ですね、安全保障担当のね。で、あの例の中国とのいろんな島の問題なんかで中心的な役割を果たされて、で最近ですね、皆さんご存知のように、やはり今の民進党がですね、共産党と共闘を組んで次の衆院選に向かっているという、そういうスタンス自体にですね、そのまま一緒にやっていくことはできないという決断をされて、民進党離党、民進党からは除名ですか、はい、ね、という形になられてですね、今に至っておられる。で、つい最近ですね、維新の方々とね、外交安全保障問題を戦略を考える会というのを立ち上げて代表になられておられます。で、今日このお二方とですね、にまずそのなんて言いますか、その進行の仕方としてはですね、全体のね構図をまずそれぞれ、お話しいただいてですね、それから、まあ総論ですね、総論についてお話しいただいて、それからまあ個別問題についてですね、いくつか質問して、まあ時にはお互いに議論していただいても構わないと思うんですが、そういう形でですね、1時間ちょっと話を進めて、残り30分で皆さんの質問に答えたいと思います。私は当クラブの企画員で、毎日新聞の倉重と申します。安全保障問題には詳しくございませんということで、時々バカな質問をするかもしれませんけども、それをお許しいただいてですね、できるだけ分かりやすく物事を進めたいと思います。ではですね、まず総論についてお二方からお伺いしますけれども、一つだけちょっとその事前に話しておきたいのは、ついこの連休中ですね、お二方アメリカの CSIS ですか、戦略国際問題研究所のシンポジウムに二人たまたま一緒に行かれてですね、アメリカ側と協議されて帰ってこられたばかりなんでね、そういうアメリカが今どう状態にあってどう考えているのかということもですね、含めてお話しいただけると思いますので、お聞きください。ではまず小野寺さんの方からよろしいでしょうか。よろしく、まあ、10分か15分ぐらいお願いします。はい、小野寺と申します。日頃は皆様に大変お世話になっております。今日は安全保障、特に北朝鮮の問題というお話をいただいたので、冒頭少し私の問題意識をお話をさせていただきたいと思います。防衛大臣を約2年しておりましたが、その時は中国の問題、それから北朝鮮の問題、さまざま直接防衛の任務を当たらせていただきました。当時北朝鮮の弾道ミサイル防衛というのは、実は北朝鮮が大体このようなミサイルの実験を行う、そしていつ頃撃つかもしれない、そしてどのあたりに撃つかもしれない、それがおおよそ情報としては当然私ども把握もし、そしてある面でそろそろかなと身構えて破壊措置命令というのを出して、そして北朝鮮の弾道ミサイル実験が行われた場合には、これはイージス艦あるいはパク3で対応するということをさせていただいてました。ですからその当時は身構える余裕が少しあった、それで弾道ミサイル防衛をするという、そういう時代だったと思います。ところがそれからかなり北朝鮮の能力が目を見張る速度で上がってまいりまして、現在はすでにミサイルの発射はほとんどが移動式の発射装置で、その中には固体燃料ロケットを使うものも出てまいります。こうなりますとなかなかいつどのあたりからというのは予想しにくくなりますので、今はこの弾道ミサイル対応というのは24時間365日体制で行っています。この主役というのは日本海に展開している自衛隊のイージス艦ということになりますが、実はイージス艦の上で防衛を24時間365日となりますと、これは隊員の消耗が大変激しいです。ご案内の通り現在4隻の BMD 対応のイージス艦が日本は持っておりますが、当然船ですから
それを、交代して運用する。船ですから、当然修理に入る。こうなりますと、かなり、今の体制を維持するというのは、隊員の負担が大きい。これを、なんとか現実対応できないか、そういう問題意識を持っておりました。そういう中で、自民党の中でミサイル防衛のチームを作って座長にさせていただいて、そして様々な提言を行うということをさせていただいております。で、このミサイル防衛についてさらに議論する中で、いくつか私ども今現在も非常に衝撃的なことがありました。一つは3月に4発同時発射、皆さんもご存じだと思いますが、スカッと ER だと思いますが、4発同時発射をして日本海に着水した、着弾したというのがありました。正確にほぼ4発同時に撃つ、そしてその際に北朝鮮が発した内容というのは、これは日本にある在日米軍基地を攻撃するための訓練だという話をしました。在日米軍基地というと、大体そのぐらい飛べば、どこが標的になるかというのはおおよそ、分かると思います。ですから、これは在日米軍基地への攻撃ということは まさしくそうですが、日本への攻撃ということにもなります。そしてまた4発同時というのは、それは何を意味するか、これはやはり、なかなかその迎撃が難しい状況にある。これが一つ、衝撃的な状況でありました。もう一つ、つい先日でありますが、15日の日に、撃った弾道ミサイルは、2000キロを超える高い、高度を維持して、ロフテッド、構造で、実は撃たれた。という事案であります。これは当然、長射程を撃てるということの証ということになりますが、もう一つはロフテッドで撃ってくるという、そのもう一つの証ということになります。こうなるとさらにまた、このミサイル防衛は非常に防衛が、より一層、難易度が高くなる、そういう状況にあります。こういうことにどう対応するか、これが私ども大切なことだと思っています。もちろん、大切なのは外交努力によってそのような、日本が危機に至るような事態に、至らないように回避すること、これが、大事な仕事だと思います。ただ北朝鮮は、外交的な対話が、基本的にはできない、国でありますし、また仮に6者協議、過去の例を見ても、協議にいたとしても、それが守られるかどうかわからない。非常に私どもとしては、対外的に対応が難しい国ということになります。とすれば、日本ができることは、こちらとしてできることをしっかり身構える。それが大事だと思っています。さて、今回出した提言の中には、まずミサイル防衛をしっかりするということの提言がございました。それは、今の防衛システム、これはイージス艦と SM3、イージス艦の SM3 と、あるいは陸上配備した PAC-3 で対応するという、そのやり方でありますが、これが今24時間365日、しかも、いくつかの同時発射が今後想定されるような攻撃に対して十分対応できるか、それを対応するためには、さらに能力を上げる必要がある。このことがまず一点であります。そしてもう一つ、今回は初めて、おそらく踏み込んだ提言ということになりますが、敵の基地、相手の領土まで届く長射程の攻撃能力を日本は保有すべきだという提言をさせていただきました。これは過去日本の専守防衛という考え方では取っていないやり方でありますし、現在も総理の国会答弁を引用すれば、当然自衛隊は保有していませんし、保有する予定もないというのが現実です。ただこれをあえて保有しなければいけないということをなぜ提言したか、それを少しお話をしたいと思います。北朝鮮から弾道ミサイルが飛んでくる、これを防ぐというのはおそらく日本の国民すべからくしっかりそれは止めてほしいと思うのが通常だと思います。で、その撃ち方、止め方というのは専門的に言うと、北朝鮮が弾道ミサイルを撃つと、これはもう皆さんテレビでよく解説お分かりだと思うんですが、撃った瞬間のブーストフェーズ、このゆっくり上がってくるところが、これは狙いやすいところです。そしてずっと上に上がってある程度高度が安定して、ある程度のところで一定の速度になった、このミッドコース、
そして最後に、これからずっと落ち込んできて、そして、日本に近づいてきたターミナルフェーズ、このそれぞれのところで好影響するという考え方があるんですが、一番難しいのはターミナルフェーズ、いわばギリギリで打ち落とす、これは相当のスピードで落ちてきますから、これを打ち落とすというのは大変難しい。また万が一の場合には、打ち落とした破片がもしかしたら日本国に落ちた場合には一定の影響が出てくる。じゃあミッドコース、ここで打ち落とす、これもかなり能力は必要ですが、これは今までこれで対応するのが SM3 ということになります。ところがロフテッドというような高い高度で撃たれた場合には、ここまで実は、このミサイル防衛のミサイルを撃たなきゃいけないということで、かなりまたこの難易度が上がってきます。とすれば、同じミサイルを撃つとして、一番どこで撃つのが攻撃しやすいかというと、ブーストフェーズ、このちょうど打ち上がったところ、ここで撃ち落とすのが非常に撃ち落としやすい。ですが、ここで撃ち落とすということは、これはまだ相手の領土にあります。さらにもっと言うと、最も確実に壊せるのは、止められるのは、撃つ前です。撃つ前に相手の基地にあるミサイルを無力化することが、一番確実にこれを止めることができます。とすれば、同じミサイルを防衛するのに、一番どこで防衛するのが確実かというと、相手の基地でまだ撃つ前のこのミサイルを無力化するのが、攻撃して無力化するのが一番確実なミサイル防衛ということになります。ですが、これは北朝鮮の領土にある基地ということになります。同じミサイルを撃ち落とすのに、防ぐのに一番確実なところを選択していくと、それが北朝鮮の領土になってしまう。そうすると、ここまで届く私ども装備を持たなければ日本の安全が守れない。じゃあ、そのためにこれを持つにはどうしたらいいのかということで、国会の中であえて予算委員会の中で総理にこの必要性を説かしていただきました。そして今回提言するときに、どうしてもこれは相手の基地を無力化することでありますので、相手の基地に対しての攻撃を行う装備ということで、敵基地に対する反撃能力ということを取らせていただきました。反撃という意味は、なぜ反撃かというと、これは先制攻撃ではないということです。日本を攻撃する明明白々な事実があって、それに対して反撃をするという意味で、一番ミサイルが撃ち落とせる確実な場所、それが発射する前の相手のミサイル基地ということ、これを私どもとしては提案させていただきました。そしてこの提案というのは、当然日本で初めて、おそらく国会の場で、あるいは公の場で、正式に提案書ということで、総理に届けたことになります。私どもとして大変これは、どのような反応が諸外国からあるか、特に同盟国からあるかということに、大変、ある面では、その反応に注意を払う必要があります。そこで今回ちょうど5月の連休の時に、長島先生も一緒ですが、富士山会合の機会をいただいて、ワシントンでいくつか講演をする機会がありました。そして国防省、国務省の関係者とお話をする機会がありました。その機会を利用して、この反撃力についてアメリカ側がどういう考えを持つかということ、そこでお話をさせていただきました。当然私ども CSIS で発言する場合にも、それ以外のシンクタンクで同じような講演をしたときにも、大勢のワシントンにいる方から意見をいただきましたし、それはアメリカだけではなくて、日本の近隣国の方も当然そこにいらっしゃいました。私がアメリカで意外だったのは、実はそのような会議の中で、質問意見の中で、日本に対する危惧の意見というのは全くありませんでした。それから国防省、国務省の考え方、これは長島先生も一緒に聞いていただいたと思うんですが、そこで出てきた考え方、向こうの考え方というのは、日米同盟の中で、日米同盟の枠の中で、日米が協力して日本がこの能力を持つことは歓迎をするという、お話がありました。これは私にとっても、意外でした。もう少し何か波紋のようなものがあるのかなと思ったんですが、実は、アメリカの世論も現実的に、日本がこれから日米同盟の中で日本とアメリカが協力をして、より抑止力を高める意味でも、この反撃能力については一定の理解があるんだなと、そう
という感触を得ました。私どもとしては、ぜひこの問題、一番大切なのは、日本が攻撃されたいなべの抑止力を高める、そのための一つの能力ということで、提案するということで、ご理解いただければと思います。ありがとうございました。はい、では長島さん、お願いいたします。はい、こういう機会を与えていただきまして本当にありがとうございます。今小野寺さんの方から、北朝鮮のミサイル脅威、それに対する日本の対応ということについてお話ありましたので、私はもう少しブロードというかですね、今この朝鮮半島をめぐる問題極めて深刻なんですけれども、この国際秩序の中で今どういうことが起こっているか、 どういう国際情勢の中で、我々が今この朝鮮半島の危機に、直面しているのかということを少し考えてみたいと思ってます。で、端的に言って、これキッシンジャーも言ってますけども、今は戦後秩序、戦後の国際秩序の再編期だと。これもしかもかなり長く続く再編期だと、こういう言い方してます。で、思い起こせば2013年の9月に例のシリアを空爆できなかった時にオバマ大統領が、もはやアメリカは世界の警察官ではないと、これは極めて、ショッキングな実は発言だというふうに思ってますけれども、で、その後イギリスが EU から離脱をし、そしてトランプ政権が誕生して、アメリカファーストということで、まさにその、見方を変えれば、アメリカが再び孤立主義的な方向に行きかねないような、そういう宣言をアメリカ大統領がするわけですね。で、そういう状況の中で中国が着々とものすごい勢いでですね、台頭していると、海洋進出を図っていると、こういう状況。そして、ロシアもまた再浮上をしてきて、中国の場合は軍事力を行使する際には相当慎重にやる傾向がありますけど、ロシアの場合は逆に、国力がない分だけ、この軍事力を行使することに躊躇しないと。そういう中で、激しくその国際秩序を揺さぶっていると、こういう状況だというふうに思います。で、そういう、もろもろのこの再編、国際秩序を揺るがすような出来事が起こった上で、今回、北朝鮮が、先ほど目覚ましい能力というふうに、小野田さんおっしゃった、まさにそうですよね。専門家から見ても、もうびっくり仰天するような、能力を保持するようになったと。で、これは同じ北朝鮮危機でも、93年、94年に我々が経験した危機とは全く性格が違う。あの時はまさに G1 の世界だったんですね。アメリカがもう超大国として湾岸戦争も片付けて、向かうところ敵なしと。で、そういう状況の中で、北朝鮮の核危機が起こりましたから、日本としてはですね、ある意味でアメリカについていけばよかった。だから後方支援を慌ててやり始めて、で、周辺事態法を作って、ガイドラインを作って周辺事態法を作って、アメリカの後方支援だけやってればいいと。こういう状況だったわけですけど、今や G1 どころか G0 と言われることもあるし、あるいは私はもっとズバリ言えば G3、米中ロで、ある意味仕切っていく世界に入りつつあると。そういう状況の中で、ただ日本がアメリカについていくだけの役割を果たすのでは、とてもとてもこの朝鮮半島の危機を乗り越えることはできない。必然的にさっきまさに小野田さんがおっしゃった敵基地反撃能力も含む、つまりは形態的には攻撃する能力、日米同盟で言えば今までは矛と盾、日本は盾、守るばっかりで、アメリカが矛の役割と、攻撃はアメリカに任せるという、こういう役割分担で来ましたけど、場合によってはこれからは日本独自の軍事的能力を発揮していかなければならない、持っていかなきゃならない、そういう時代がやってきたということを、まず日本人として、認識をしなければいけないだろう、政治家としてもですね、認識、していかなければならないだろう、そういう中でその安保法制廃止廃止と言ってるだけではですね、さすがに議論として成り立たないと思いましたので、最近の行動に出たわけですけれども、何が必要かというと、まず一つは情報力ですね。やっぱりその今までアメリカに大体情報を頼っている部分が非常に強かったと思いますけれども、このやっぱり対米依存というところから脱却していく上には、やっぱり情報力をつけていかなければいけない。これはヒューミントも含めていろんなカテゴリーがあると思いますけれども、それからもう一つはやっぱり日本独自の軍事力
打撃力を含む軍事力、これはもう本当に私も喋ってて非常に居心地の悪い話ではありますけれども、しかしそれぐらい深刻な私は日本を取り巻く情勢だろうというふうに思います。で、それに向けて法制度はまあある程度整ってきた。日米のガイドラインもしっかりやった。それから NSC という司令塔も作った。ですから、これからはそれを土台にしながら、具体的にどういうその日本が努力をしていくかということがまさに問われているんだろうというふうに思っています。で、それのそうお話しした上で北朝鮮の脅威というものをもう一回見直してみると、まあ、大体小野寺さんからご説明があった通りで、まあ、私流に言うと、いつでもどんな時間帯でもどこからでも、つまり西海岸から東に撃つことも、今まではだいたい東海岸から東へ撃ってたわけですけども、どこからでも何発でも同時にですね、打ち上げることができる。そしてそれも極めて精度高い精度で、着弾させることができるという、まあ、こういう驚くべき能力を持つようになった。で、これによって、事前探知が極めて難しくなったということが一つ。それからこれはまさに敵基地反撃能力の話をせざるを得なくなったということは、裏を返せば日米で今まで積み上げてきたミサイル防衛システムが徐々に時代遅れになりつつあるということです。更新するか別のものと置き換えていくかしないと、とてもとても追いつかない。今回のロフテッド2000キロも上がってしまったらですね、そもそもミッドコースがほとんどないというですね、どこがミッドコースかという、もうまさにこう、まあ、ゴルフでいうと天ぷらみたいな状態で、まあ、打つところがない、SM3 もですね、仮に届いたとしてもですよ、高度が。まあ、こういう状況に今なっていると。それから、核ももちろんですけれども、生物化学兵器を弾頭化する技術は、まあ、ほぼ間違いないだろう。まあ、今回アメリカ行って、普通のシンクタンクの中で、まあ、そういうような議論が普通に交わされるようになったんで、まあ、なるほどなと私も聞いて、思いましたけれども、核も含めて弾頭化できるようになっている。そして今アメリカが一番ナーバスになっているのは ICBM の能力を、このままいけば時間の問題ですよね、持ちつつあると。で、こういうふうになってくると、例の問題ですよ、デカップリングの問題、昔ヨーロッパで流行った、つまりサンフランシスコを犠牲にしてまでアメリカが本気でヨーロッパを守るだろうかという、まあ、こういう状況が実は北朝鮮の核弾頭付きの ICBM によってサンフランシスコやアラスカを犠牲にしても日本や韓国同盟国を守るだろうかという、まあ、こういういよいよですね、日本の、まあ、戦略的な思考の中にこのデカップリング、アメリカの安全保障と日本の安全保障がデカップル、つまりその切り離される可能性が出てきた。で、逆の意味でも実は今我々危惧を持っていましてですね、米中の間で ICBM の開発をもうここでやめる、やらせないという仮に密約をした場合、なんとなくこう危機が去っていく可能性あるんですね、うん、しかし日本と韓国からすればですね、もうすでに今の段階で完全に射程距離、彼らのノドンの射程距離、あるいはもっと短距離のミサイルや、あるいはその DMZ 沿いに何千門もこう並んでいるですね、北朝鮮の長距離砲のまさに射程圏内に入っていて、そんなところで米中に仮に密約でもやられた日にはですね、まさに日韓置き去りと、まあ、こういうことになりかねない。で、こういう議論もですね、実は日米の間で相当真剣にやっていかなければならないというふうに思ってます。で、それに加えてアメリカと中国のなんて言うんでしょうね、姿勢というか、条件といいますか、そういうものも少し見ていきたいというふうに思うんですけれども、まず今回やっぱりワシントンに行ってですね、東京を出るときは、なんかもうすぐにでも、開戦、戦争が始まるかのような雰囲気で、我々東京を立ったんですね、4月の30日に。しかしワシントンに行ってですね、ティンクタンクで話を聞いてもそうだし、国防総省でも、国務省でもそうですけど、戦争が始まるなんて思ってる人は一人もいないんですよ。全くいない。無理に決まってるでしょ。ソウルと東京がどうなるんですかと。副作用を考えたらそう簡単にできませんよねと。しかも空母一隻でですね、シリアに59発、トマホークを叩き込むっていう話とは全然違うわけですよ。
完全にそのもし、まあ、断種作戦とかいろいろ言う、あ、斬首作戦とかいろいろ言ってる人いましたけども、そんなのを追っ始めればですね、立ちどころにソウルが火の海になってしまうリスクが あるわけですから、これ全面戦争になる。で、全面戦争があれば、もうこれ94年の時にまさに試算があるようにですね、アメリカ軍でさえ5万人、5万2000人犠牲が出る、韓国軍は49万人、民間人は100万人、被害総額が1兆ドルと、まあ、こういうような資産がある、あったぐらいで、そんなことをですね、いかにトランプさんでも、これは許容することは難しいだろうと。これがまあ、私はアメリカ側の基本的な姿勢だと思います。それから中国。で、そこでトランプさんは中国を動かしてなんとかと、こういうことなんですけど、当然アメリカ政府もですね、中国が真面目にやると思ってないと思います。中国はやっぱりこの北朝鮮を本気で締め上げたりすると、崩壊する可能性があると。崩壊したら、暴力行を挟んで、アメリカの影響下のある軍隊なり、何なりがですね、中国と中朝国境で対峙することになりかねない。したがって地政学的には必ず北は中国としては、緩衝地帯として、どんな形であれですね、残しておかなければならないというのが、これが私は中国側の地政学的な条件だと、生存の条件だというふうに思いますので、まあ、その二つの条件を踏まえた上で何ができるかということを、やっぱり我々考えていかなきゃいけないと思うんですが、アメリカ政府が一番、真剣に考えているのは、資金源を断つということだと思います。国際金融システムから北朝鮮を締め出すという、私は、トランプ政権が本気でやるとしたら、そこをこれから半年一年かけてやってくることになるんだろうと。で、中国としては党大会の前にですね、朝鮮半島で何か起こったら大変ですから、中国は多分あと半年ぐらいかけて、北朝鮮は何とかやってますやってますというようなことでいくと思いますが、その間にこの前下院で、北朝鮮に対しての、テロを支援国家再指定決議法案というのが採択されましたけれども、議決されましたけれども、今上院に、まあ、行ってるようでありますけれども、ここではですね、何が謳われているかというと、北朝鮮のミサイルや核を支援している第三国の企業や個人、ここを制裁しようと。で、これはもう皆さんご案内の通りですけれども、この前の4月の習近平、トランプ、米中首脳会談の直前にですね、国務省は中国企業のリストをバッと見せてですね、ここに対して制裁をかけるかのような、まあ、シグナルを送って、つまりは、あんたたちが本気でやらなかったら、あんたたちのもう企業が狙い撃ちになりますよと。いう、まあ、こういうことを、まあ、中国に。で、それでまあ中国に本気出してやってもらおうという、まあ、こういうことなんだろうと思います。加えて、私が最近聞くのは、東南アジア経由で、北朝鮮に相当資金が流れている。あるいはその、最近のその、なんて言うんでしょう、ランサムウェアって言うんでしたっけね。この身代金を出せという、ランサムウェアね。で、そういうまあ、サイバーアタックを使った、資金調達を、まあ、北朝鮮は相当盛んにやっているようでありますが、まあ、東南アジアの銀行なんかが相当狙われてやっている。あるいは東南アジア、シンガポールとかマレーシア経由で、お金が相当北朝鮮に流れ込んでいる。そこを多分しらみつぶしに、アメリカはこれから締め上げて、いくことに、まあ、なるんだろうと、まあ、こんなふうに思ってます。で、そういう中で韓国に新しい政権ができたわけです。ムンジェイン政権、太陽政策、ケソン工業団地、5400人の北朝鮮労働者に対して年間1億ドル支払うという、こんなことが本当に許されるかどうかってことですよ。国内制裁もあり、そしてアメリカが本腰入れて、北朝鮮の外貨稼ぎを止めようとしているときに、うちはもう南北融和路線で行きますから、ケソン、なんか選挙キャンペーン中には10倍にするって言って、もともとオリジナルのアイデアでは50万人雇うっていう話だった。で、中朝の間の貿易年間12億ドルと言われてますから、この、ケソンだけで10分の1、あるいはその、もし10倍やるとすればですね、ほとんど中朝貿易総額に匹敵するような、金額をですね、北朝鮮に、労働の対価としてみすみす、手渡すと、提供すると。こんなことが許されるはずが
ないわけでありまして、まあ、ムン・ジェイン政権と、このアメリカとの関係が非常に心配だということ、それはもうサードの問題ももちろん見直すと言ってるし、日韓関係も極めて、のっぴきながらならない状況に立って、で、そういう全体状況の中で、今後、日本がどうしていくかっていうのを、まあ、これから議論できればと思います。はい、ありがとうございました。非常にいろんな、情報とですね、新しい、今動いてる話についての話があったんでですね、私なりに整理してちょっとお聞きしていきたいと思うんですけどね、まず小野寺さんの全く新しい踏み込んだね、今回の提案なんですよね。これは確かにこれから国会で議論、国民的議論しなきゃいけないと思うんですが、その、まあ、基本的なね、その知識としてですよ、こういうことはどうなんですか。その、まあ、これまでやってなかったけども、その、まあ、専守防衛の範囲でできるという趣旨だと思うんですけどもね、その法制上の問題、それから技術上の問題、その果たしてどこから出てくるのかね、そのミサイルの出口を探知すること、それからそれを正確に、ね、把握すること、それからともう一つは予算上のね、具体的にどういうその装備をその必要なのかってこともおっしゃってるようですけども、それもその予算上の問題、その3つに分けてですね、ちょっとご説明いただけませんか。まず相手の領土まで届く、装備を持つかどうかということに関しては、これは法的な問題はありません。憲法上も昭和30年の見解ですら、座して死を待つよりはということで、憲法上もこれは許されるというのが政府の一貫した解釈でありますので、法的な問題ではなく、むしろ、日本としての、政策的な問題だと思います。従前、国会の答弁で例えば時の総理がそのような装備を持たないと言ってきたのは、それを持たなくても日本を十分守れるからおそらく持ってこなかったと思います。その当時日本が攻められるというのは、例えば、爆撃機が飛んできて上から爆弾を落とすとか、あるいは戦艦が近づいてきてそこから艦砲射撃で町を焼き尽くすとか、こういうような攻撃であれば今までの装備体系で十分日本の領土から対応してこれを防ぐことができました。ただむしろ今攻撃される主体というのは弾道ミサイル攻撃ということになります。ですからこれに対しての対応するためには、先ほどもお話ししましたが、日本に飛んでくるミサイルを撃ち落とす、これはみんな許すと思います。でも飛んでくるミサイルが最後日本に落ちてくる段階では非常に撃ち落とすのが難しい。それからすごく高いところまで上げて飛んでくるとなってくると、その高いところで撃ち落とすのもだんだん技術的には困難になってくる。一番確実にこのミサイルを撃ち落とすのはどこかというと、ミサイル発射する前、そこを止めるのが一番確実とすれば、専守防衛の中で防衛当局として一番確実なストップをかける方法としては、撃つ前に止めるということ。ところがこれは相手の領土にあるとすれば、ここまで届く装備をもう持たないと日本としては守れないということになります。2点目の技術的な問題ですが、先ほど来お話しておりますように、どこにどのような装備があるか、それをどうやって食い止めるかというのは、当然日本の情報能力だけでは足りません。日米の協力の中でやるということをお話しさせていただいてましたが、あくまでも日米の情報の中でアメリカと一緒になってこれを対応するということが私は基本ということになると思います。3番目、予算の問題ですが、あまり具体的なお話はできませんが、防衛装備の例えばかかる費用というのは、飛んでくるものを撃ち落とすという、このもう非常に高度な、能力を持つミサイルというのは大変高額です。逆に言うと、撃ってくるミサイル、撃つミサイルの方がはるかにコスト的には安いとなります。よく言われる、数字ですが、撃ってくる相手の削減地を攻撃する能力のミサイルを1とすると、飛んでくるものを防ぐミサイルは数十倍します。ということは、実は能力、撃ってくるミサイルを食い止める能力をどん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 開発すればするほど、これに対抗するミサイルの値段というのは天文学的に跳ね上がっていきます。逆に、もし一発撃ってきたら、こちらとしてはそれをしっかり食い止めるという、この能力の、装備というのは
これは米側の協力があれば日本としてしっかり対応できるものになるんだと思っています。なるほどね。先ほどその日本側がこういう装備を持つことについてのね、世界の反応、アメリカ、特にアメリカの反応について意外や好意的といいますかね、ノーではなかったと、一緒にやっていきましょうという趣旨だったというんですけども、これまではね、やはり日本が先ほど長島さんがおっしゃったように盾であり米国が保護という非常に分かりやすい役割分担の中でやってきたものをですね、日本がその保護の役割もね持つことに対するですね、その安全保障同盟の運用上ですね、過去にやってこなかったことですよね。それを訓練とかいうことあるんでしょうけどね、いきなりそういう形で変えることの その米軍から見たやりづらさ、あるいは自衛隊から見た過剰な負担、それしかもその予算上、今おっしゃったようにですね、非常にその高額なものがかかるという流れの中でね、であるならば日米同盟をですね信用して、安倍さんがトランプさんにね、ああいう形で確証を取るようなですね外交もされてきたことだし、それに委ねてですね、やはり従来通りのですね役割分担でもいいじゃないかという議論も当然あると思うんですよね。その費用対、効果ということからすれば、はい、盾と矛の関係といいますが、私は今回の反撃能力も盾の一部だと思います。というのは、飛んでくるミサイルを食い止めるという盾の役割を実はしようと思っています。その盾の役割が実は相手の攻撃からしたら変容してきているので、どこでミサイルを食い止めるか、盾を使うかというのは、もう飛んでくるものを盾で防げる時代にはなかなか今後なりにくくなってくる、ということで撃ってくるものを防ぐということですから、例えばアメリカが持っている抑止力というのは、膨大な軍事力がありますので、これは相手の国の攻撃能力をすべて無力化するほどの強力な実は反撃をアメリカは当然持っていますので、大きな抑止力ということになります。日本が今考えているのはあくまでも専守防衛のミサイル防衛のうちの一環ということになります。そして米側が実はなぜ今回そのような反応したか、日米同盟の中で日本が持つことに関してはこれは理解するということは、それはやはり日本も持つことによってより重層的に抑止力が高まるという、そのような考え方で、そういう発言をしたんだと思っています。さらに先ほどお話しましたが、予算に関しては、撃ってくる能力がいろんな能力を持ち複雑化してくる、そのミサイルに対してそれを防ぐ技術開発をするというのは相当の予算が必要になります。ですから、完璧なミサイル防衛をすればするほど、それにかかる予算と時間というのは膨大なものになりますので、現実対応としては私はむしろ、どこで一番食い止めるのが一番効果的かという、その選択肢、費用対効果も含めて、相手の発射するところを無力化するのが一番効果的ではないかと思います。これも素人ながらの質問ですけど、相手がやはりその攻めてくるということね、反撃しなきゃいけないということはどこで探知するんですか、あるいはその場所をどうやってアメリカから情報を得たとしてもですね、どういう形で探し合ってるんでしょうか。これは多分今のような、移動式の問題で、対応するのは非常に難しいと思います。当然日米でのさまざまな情報を使って対応しますが、それでもやはり、じゃあ全て把握して全てを無力化できないと日本はそんな装備を持っちゃいけないのか、私はそんなことはないと思います。少なくても、北朝鮮のそれなりの能力を防ぐことができる能力は日本があるんだということが北朝鮮からすれば大きな抑止力と感じるんではないでしょうか。北朝鮮がもし日本に弾道ミサイルを撃ってきた、日本はミサイル防衛でこれを食い止めることができる。そしてもしそういう状況になったら、日本とそして同盟国アメリカから相当数の反撃が北朝鮮にある、これを北朝鮮は防ぐことができないとすれば、やはりそれを攻撃するのに躊躇するだろう。私はこのような抑止力を高めるということは必要なことだと思います。長島さんはこの考え方はいかがなんですか。先ほど、私もおそらく
こういう議論がこれから大切になってくるというふうに思います。で、まあ、さっき盾と矛、役割分担の見直しすべきだと多少先走った言い方しましたけれども、まあ、これも遠からず真剣に議論せざるを得ないというふうに思いますし、独自に反撃能力を持っていないのは日本だけなんですよね、実は。世界中で、アメリカと同盟国を組んでいて、今回みたいな事案に直面して常にアメリカに頼らざるを得ない、すべて。こういう国は韓国だって1500キロの巡航ミサイル配備してますし、アメリカとギリギリやって800キロの弾道ミサイルも合意しましたよね。今まではその平壌とソウルの間の160キロ以上はダメだって言われてたのに、だから日本だけなんでそれが持てないのかと。もちろん9条がありますとか戦後のいろんな平和主義がありますとか言うんですけど、いやそれは確かに尊いですよ、そんなもの全部ぶち壊せって言うつもりはないけども、しかしそろそろそういう普通の議論ですよね、普通の同盟国間である緊張感みたいなものを含めて議論をしていく。だって現にもうそれクリア&プレゼントデンジャーですよ、うん、もう これだけはっきり脅威が明確化しているにもかかわらず、うんうん、相変わらずその戦後ずっとやってきた議論の延長線上で、本当に国民の生命、財産、幸福追求の権利が守れるのかというですね、まあ、こういうところに私は突き当たってきたんじゃないかというふうに思いますし、さっき費用対効果の話出ましたけど、まさに小野寺さんがおっしゃった通りで、日本にミサイルを撃ち込んだら場合によっては日本から反撃されるかもしれない、それが不十分なものであったとしてもですね、巡航ミサイルが飛んでくるかもしれないと、こういうことだったら相手側としては心理的には構えざるを得ないわけですよね。そういう状況をやっぱり日本で作り出さないと、いくらしても日本だけテコがないんですよ。例えば中朝の間で外交で旗をつけようと思っても力の背景がないですから、お願いするか相手の要求を飲むか以外ないじゃないですか今。場合によってはこういう手段もあるんだぞということがあって初めてですね、相手側も真剣に交渉のテーブルに乗ってくると思います。だからそういう意味で言うと、まさにこれもさっき小野田さんおっしゃった通り、そういう力を持ちつつあくまでも外交によってですね物事を解決していく、むしろ日本が独自に中朝の間で交渉の窓口を開く契機にすら私はなるというふうに思っているんです。ちょっとまた北朝鮮情勢に戻りますとね、長島さん、先ほどね、アメリカの空気をいろいろお話しいただいたですね、日本とはちょっとね、日本の、まあ、地下鉄を止めたぐらいの日本でありましたけどもね、もうちょっと冷静に、物事を見ているということで、まあ、戦争するというね、そういうところに至らず、まあ、追い込んでいくと、資金源を断つことによってね。で中国も北朝鮮が崩壊すると困るので、それにある意味では協力するような形で、話が進んでいるという趣旨としてくれてもらったんですけれどもね、アメリカがじゃあ見るですね、この北朝鮮の今後の、ね、動向、そしてそれに対して どんな形でその、まあ、資金源を断つんでしょうけれども、その包囲網をね、あるいはその無力化をですね、作っていくのか、そういう状況ね、それはいかがでしょうか。まず一つ、その地下鉄を止めた話、確かに、まあ、それだけ見ると滑稽のような気がするに映るかもしれませんけど、ようやくその日本もね、戦後からなおざりにしてきたことがですね、現実化してきたんだなということを私はむしろ思ってます、まあ、あんなのいちいち地下鉄止められたらたまらないというのはもちろん市民生活の上ではそうですけども、しかし今まで何にもそういうことも考えても来ない無防備そのものできたこと自体が奇跡であってですね、やっぱりそういうことはあってしかるべきだというのが一つ。それから確かに東京へ出てワシントンに行ってそういう話を聞いたら拍子抜けした部分はありますが、実はここが怖くてですね、認識ギャップ、つまり日本からすると中国にしても北朝鮮にしてもかなり差し迫った脅威に感じるわけですよ。まあ、中国の場合は課題とか懸念とか言うんですけど、3000キロも4000キロも離れたアメリカからするとですね、実は遠い地域での出来事と思われがちなんで、これはよほど日米の間でそのパーセプションギャップを埋める努力をしていかないと、私は対応をいざしなきゃならない、日米一緒に対応しなきゃならないというときに、お互いつまずいていくことになりかねないと思って、非常にそこは逆に心配に
になりました。でアメリカが何をするか、おそらくトランプさんの性格からいけば二国間、米朝直接対話に持ち込もうとしてるんじゃないかと思うし、それはいやこれ全く私の勘ですけども、それはキム・ジョンウン氏にとってもですね、願ったり叶ったり、これまでずっと永遠とおじいさんの代から築き上げてきたその戦略的な力を持ってアメリカと直に話す、そういうところに引きずり出したと、まあ、彼は言うでしょう。アメリカとしても、キム・ジョンウンがそういう話し合いに応じてこざるを得ないような兵糧攻めをこれから中国やロシアも含めてですね、やっていく、まあ、それだけの何て言うんでしょうね、国際協調の要としてアメリカが、トランプさんがですね、まあ、CIA の長官をクビにしてみたりいろいろ国内でやってる中でですね、しっかりやっていけるかどうか、でそのアメリカをきちっとこの地域の安全保障にコミットさせる最大のパートナーはやっぱり日本ですから、そこは安倍さん、安倍総理にもしっかりやってもらいたいと思いますし、そういう方向でトランプさんが別のところに関心を向けないように、常にこうアラートをかけていく役割が日本にはあるんじゃないかというふうに思います。うん、なるほどね。で、あれですか、習近平体制というのはあれですかね、やはりアメリカとね、今回ね、これまでになくですね、強調しているような印象も受けるんですよね。で、まあ、あそこに国に対して一番影響力を持っているのは間違いなく中国でありますわね。で一説によると、まあ、油さえ止めてしまえばですね、むしろ何もできなくなるようなことを言う人もおられるしね。そういう意味でまず中国は今回トランプとの折衝の中で対北朝鮮情勢の対応について変わったのか変わってないのかね。でこの方向性は今後北朝鮮情勢について どういうことにつながっているのかについてちょっと、私は中国が置かれている基本的な地政学的条件が変わっていないので、やったふりはすると思いますが、アメリカや我々が願っているような方向で、北朝鮮を締め上げるということはおそらくないのではないかというふうに思います。わかりません、これはいい意味で裏切られ、たらいいと思ってるんですけども、加えて、まあ、米中の間にはその経済問題、貿易赤字、等々ですね、かなり抜き差しならない関係もあります。それから、まあ、中国側が求めている新型大国関係、これはアメリカがずっと拒否してきてますけども、まあ、太平洋を二分するとかですね、まあ、こういうその大国、つまり G3、G2 という世界の中での緊張関係というのは今後もずっとあると思いますし、それから台湾海峡の緊張というのはこれは今でもかなりのものがあります。でこういうものを、まあ、おそらくトランプさんは組み合わせてディールを我々からするとしかねない、我々もうちょっとこう北朝鮮の脅威とか中国の海洋進出にフォーカスしてほしいんだけど、まあ、米中の間ではまあ別のこの力学がこう働いていって、あっと我々が驚くような妥協をですね、どっかでしかねないということは常に、ビクビクするつもりはないですけども、そういうところは常に念頭に置いて、同盟関係のマネジメントをしっかりやっていかなきゃいかんと思いますけどね。あれ小野寺さんね、日本がじゃあ今後どうしたらいいか、北朝鮮情勢についてですね、まあ、その敵基地反撃能力を持つというテーマはですね、これちょっとそうすぐできるわけじゃないですね。いろんな議論を重ねて予算もつけて、ずいぶん長い射程の中でしかなかなか進まないと私は思うんですけどね。でも問題は深刻ですから、早めなきゃいけないという ご議論なんですけれども、そういうその話とね、それからもう一つ、まあ、今この状況下で安倍さんが外交的にはね、トランプさんと密に連絡を取り合って、それから例の米韓防護ですかについて発動したとされてますわね、安保法制を使ってね。でそういう関係で今安倍政権に臨んでいるわけですけれども、これでいいのかどうか、そして今後どうすべきなのか、日本の対応についてちょっと論じてありますか。まずワシントンに行った時の印象というのは、基本的には長島先生と同じ印象を持ちました。シンクタンクやさまざまな有識者の方々は、まあ、そういう意見を持っていました。ただ意外なことは、むしろ政権に近い政権の中にいる方に、ある質問をしたとき、アメリカの直接脅威になった場合はどうするか、
婚約するかといったら一言短くイエスと言っていました。ですから私はすべて、の選択肢は今でもアメリカは持っていると思います。決してそれは甘く見ない方がいいと思います。そしてトランプ政権で一番の反省点は安全保障問題でオバマ政権のようになりたくないということです。自ら一定のレッドライン、これを決めてそれを守らなかった北朝鮮に対して何もしなかった、あるいは中東でも同じような体制を取っていたということで逆に核やミサイルの開発が進み中東では IS が誕生した、そういうことがないように毅然と対応するというのがトランプ政権の今までのスタンスであります。ですからシリアにも攻撃を行いましたし、これは北朝鮮に見せるかのようにアフガンでは大型の爆弾を使い、あるいは、カールビンソンを展開する、こういうことをしておりました。じゃあこれで例えば中国あるいは北朝鮮に一定の影響が出て北朝鮮の核ミサイルが一定の収まりがつくということだったら私は素晴らしいと思います。もしこれでも何も変わらなかったら、これでも何も北朝鮮は変えずに核実験をやって、そしてついに ICBM の成功というところまで行ったときに、じゃあトランプ政権はどんな反応を示すんだろう。トランプ政権はそれでも黙って何も言わずに、あるいは口で言って、あるいは中国がダメだと言ってそれでこの話を済ませるんだろうか。これじゃあオバマと同じだというふうにもしなった時の私は状況が大変、心配をしております。すべての選択肢はテーブルにあるというのは今でもトランプ政権は変わっていないし、トランプ政権で対話の話をしていますが、それは条件が整えば、条件は北が核とミサイルを放棄すればということですから、これは甘く見ない方がいいというふうに私は考えております。さて中国なんですが、私は今、おそらく、アメリカにとっては中国ちゃんとやってくれよということを強いメッセージを出していると思います。ワシントンでも聞いた言葉は、中国は何かやっているというのは感じる、だけどまだ成果は見えていないというのがアメリカ側のスタンスだったと思います。今後中国にしっかりとした対応をしていただきたいと思っています。よく中国の方とお話をするとき、私は日米の例を引き合いに出します。なぜ日本が核を持たないのか、なぜ日本が弾道ミサイルを持たないのか、それは日米の同盟関係がしっかりしていて、だから日本国内ではそういう議論にならないんだ。実は北朝鮮と中国は同じような軍事同盟を持っています。であるとすれば、本来であれば中国が北朝鮮に対してしっかり何かあったら自分たちはあなたの国を支えるぞという強い関係があれば、逆に言うと北朝鮮が核を持ったり弾道ミサイルを持って自国防衛だと言わないんだと思います。ぜひ日米関係を見習って北朝鮮に対してもっと中国側の積極的な働き方をして、この問題について一定の決着をつけてほしい。キム・ジョンウンが北朝鮮のトップになって5年も6年も中国を訪問していないことは非常に異常だ。この関係を早く改善したい、してほしいと言っています。そしてその関係ができていないのにそれでも中国は北朝鮮に石油を出している、これもまた異常だ。映像で見る北朝鮮の弾道ミサイル、あのロケットの炎、あの航空燃料とあの燃料は中国から行っているんだと、ぜひそれをしっかり考えてほしい。これはこれからも繰り返し中国の政治指導者には伝えていきたいと思います。中国、アメリカの、動きを解説いただきましたけれども、では日本としてどうすべきなのかということですね。これについてこれはもう冒頭お話をしましたが、国際社会の中で、国際論の中で私ども北朝鮮に対して核ミサイルの廃棄を求め、そうすればおそらくいろんな形で日本は支援もするし、あるいは拉致問題も前に進んでいくんだと思います。ところがこの対話が北朝鮮側から一方に途絶えているとすれば、私ども責任ある政治の立場からすれば話し合いのツールが日本はない。そして今国際社会の中で国連であれほど非難をしてもなかなか北朝鮮が動かないとすれば、
対話ということは対話でしっかり進めていきますが、もう一つ自分たちを守るその術も必要なんだと思います。そういう意味で、自民党としてですが、弾道ミサイル防衛に関する提言というのを出して、これを総理の方に伝え、まず日本としてできることとしての備え、これをしっかりしてほしいというお願いをしております。小野田さんとしてはどういうスケジュール感でその辺の装備を。これは当然、政府が考えることであります。ただ通常の防衛の考え方からすれば、最低限最小限の例えば相手の、ミサイル基地まで届く、さまざまな装備を持つということは、すごく長くかかるかというとそうでもないと思います。どのような反撃能力を持つかで、私どもとしては、一定のやはり協力があれば、米側の協力があれば、スピード感を持って対応できるものもあれば、あるいはこれは将来にわたってしっかり能力を持つ、そういうものもある、何を持つかで、それは変わってくると思います。長島さん、その辺はいかがですか。短期と中長期と分けて考えるべきだと思いますね。北朝鮮の脅威ってやっぱ短期脅威で、あくまで中長期は中国の動向だと思うんですね。ですから今小野寺さんがおっしゃった敵基地反撃能力も、いわゆる対ミサイル能力ですよね。その対ミサイル能力っていうのも、その北朝鮮の対応だけ考えてやるというのではなく、今後中国はもうありとあらゆる装備を持ってるわけですから、そういう場合にもそういうことも視野に、これ野党の気軽さであえて言わせてもらいますけれども、そういうことも視野に入れて装備体系っていうのは整えていかなければいけないと思いますので、例えば一番大事なのは弾道ミサイル防衛も大事ですけど、巡航ミサイル防衛っていうのもものすごく大事で、これがIAMD インテグレーテッドエアミサイルディフェンスとこう、みんな呼んでるんですけども、巡航ミサイルも弾道ミサイルも向こうが飛び道具を持ってきたときに、なんとかそれを制圧できるような力ってのは日米の間できちっと能力として持っておく必要がある。これは一つ。それからもう一つはやっぱり中国の問題ですから、グレーゾーンと言われている。私この前CSIS で講演したときに3つ日本がやるべきだと言って、一つが今言ったミサイルディフェンスの問題、もう一つはグレーゾーンで日本とアメリカが何らかの形で、なるべく前広に協力ができるように、つまり海保と三自衛隊とアメリカ、これがいろんな意味で連携ができるような、そういう日米重層的な日米関係を作っていかなきゃいけない、同盟を作っていかない、これは2番目。3番目はですね、南シナ海東南アジアのキャパシティビルディング、これはもう私とたちの政権の頃からもう始めたし、野呂さんの時に相当程度やっていただきましたけど、昨日おとといの朝日新聞にも出てましたが、巡視船を提供する、そしてその海保がベトナムやマレーシア その海上保安機関と一緒に共同訓練をすると、こういうことをですね、キャパシティビルディングを日本が、アメリカはそこまで目が届かないというか手が回らない部分はありますから、そういう部分を日本が担って、私としてはアメリカがこの地域に引き続きコミットしやすい環境を、勝手に逃げていかない、もっとズバリ言えば勝手に向こうの都合で逃げていかないような日米の固いその協力関係というものをこの地域に築き上げていく。でじゃあどっちが努力する必要があるかって、やっぱり日本が今まである種サボってきたところありますから、日本側の努力をそこで徹底的にやっていくというイメージです。なんか全てお金に換算して申し訳ないんですが、そうなると大体どのぐらいのあるんですか、 GDP 比で。やっぱり NATO 並みなんですか、2割。私は中曽根さんの平和研究所が提案した 1.2%、 今 1% でしょ、大体、だから1兆円ぐらい増やすような話が本当は必要。いやそれはそう言いながらこう社会保障費のことも気になりますけど、普通に考えたら 1.2 兆円ぐらい、 1.2% ぐらい、1兆円プラスするぐらいのやっぱり覚悟でいかないといかんと思いますね。でもう一言言うと、去年の暮れにマケイン上院議員が、提案してるんですね。アジアの前方プレゼンスをもう一回強化しようと、そのために5年間で750億ドル
つまり1年間でいうと250億ドルですよ。そう、日本円でいうと2兆5000億、これアメリカ上院で予算組んでもう一回アジアのアメリカのプレゼンスを強化しようと、まあその1割ぐらい日本がやりますよと、2500億ぐらいその1兆円増やした分の中から出して、それでこのアメリカの前方プレゼンスの基盤をね、財政的なものも含めて肩代わりしますよというような提案は、私はホストリージョンサポートという言い方をしているんですけど、ホストネーションサポートというのは各国がアメリカ軍をね、ホストするんだけど、いやリージョン全体でね、そういうその日本が率先してリーダーシップを取ってそういう仕組みを作っていくのも、僕はもう10年来ずっとそれ提案してきてるんですけど、まあトランプさんの金銭にも多分触れるんだろうと思ってるんで、まあできれば小野田さんあたりからもし合意していただけるならそういう提案を米側に積極的にやってもらえれば面白いんではないかと思います。それを受けて小野田さんいかがですか。ここはちょっと長島さんともしかしたら少し違うかもしれませんが、やっぱり私ども政治の場にいて、安全保障だけではなくて日本全体で考えると、防衛装備を例えば大臣として取得をするときに、その取得の費用、維持の費用というのが常に頭にあります。このお金があると一体保育所が何個できるんだろう、このお金があれば奨学金がどれだけ作れるんだろうということは常に背負って、だけれどやはり安全保障で必要なものはこの予算だということで、突き詰めて考えていく、そういうことを考えて、それでもやはり増えざるを得ないんであれば増やす必要がありますし、逆に言うともうその装備として、これは今の防衛体制に合わないんであれば、それはどんどん削減していく、そのやり方の中で、やりくりをするというのが大切なんだと思っております。はい、一当たりお聞きしましたんで、じゃあ今度は会場から質問を取りたいと思います。挙手して質問してください。はい、どうぞ。個人会員の田村玲子と申します。トランプ、アメリカ、今のアメリカは、オバマと同じことはしないと言ってるんだけど、オバマ政権はその最後に高校の自由作戦 やりました。ところが今新聞によるとですけど、高校の自由作戦やろうとしてもホワイトハウスがノーと言ってできないって書いてあります。それでトランプは一緒に食事してるときにシリアやって、すごいと習近平を驚かして手なずけておだててこうトランプペースでやってるのかと思ったんですけど、どうもやっぱり習近平の方が上手で、高校の自由作戦はないし、島埋め立てたところにしっかりした基地を今着々と作って、アメリカの方が負けてるような気がするんです。どちらにお聞きになりますか。どちらの方に聞きますか。お二方いいですか。私もそれは気になっていて、ね、向こう行っても私何度か国防総省でも質問をしたんですけども、確かにハワイの、ハリスさんこの前来られてましたけど、昨日総理と会談されてましたが、ハリス司令官はおそらくホワイトハウス、ワシントンに対して一日も早く、高校の自由作戦を再開すべきだという進言を多分していると思います。彼は下院の公聴会でも4月の終わりに、もうすぐ再開するというようなことを言ってました。で、報道によれば去年の10月21日以来7ヶ月やってないと、ここがですね、田村さん、トランプのトランプたる予言でですね、私もこのディール外交というかですね、おそらく北朝鮮で協力を求めているのでしばらく様子を見たいというのがトランプさんの気持ちなんだろうけれども、それは中国側から見ればですね、相当足元見られる話でですね、オバマ政権が
おたおたしている間にあれだけの人工島を作られちゃったわけですから、まあ我々は今更あれ全部撤去してくださいなんて言ったってするわけがないんでですね、あそこ今一生懸命戦闘機用の滑走路を作って、まさに軍事要塞化しているわけですよね。ですから既成事実を積み重ねたら中国はもう北朝鮮に皆さんの関心が奪われていることを知り目にですね、どんどんやってるわけですから、やっぱりその複眼思考っていうか、こういろんなところにこう配慮しながら総合的にこう中国に対しても北朝鮮に対しても牽制したり対抗したり対応したりしていかないと、私はまた蓋を開けてみたら随分差し込まれたというようなですねことになりかねないと思ってますので、まあ、ここも同盟国として日本とオーストラリアあたりがきちっとトランプさんに警告をしていくべき、アドバイスをするべきポイントじゃないかと思います。当然この問題についての懸念は、安倍総理からトランプ大統領にも伝えていると思います。まあ、今アメリカ側は中国がどのような北に対しての行動を取るかというのを様子を見ているんだと思います。はい、他に質問いかがでしょうか。はい、個人会員の滝山と申します。今日いい話ありがとうございました。中国にあまりに、その期待するといろんなことができないという話で、私もその通りだと、あんまり期待しすぎると大変なことになるんだと思うんですけども、そういう中でその北を締め上げるということで兵糧攻めをという、先ほどまあ話がありましたけども、例えばですね、今米韓が軍事演習を、合同軍事演習を3月と4月にやっております。4月の終わりに終えておりますけれども、あれを5月まで延ばすという、そういうことはアメリカと韓国は考えないんでしょうか。と言いますのは、北の田植えっていうのは5月に兵隊の支援を得なくては完成できないはずなんですね。だからそういうことは人道的にやっちゃいけないということでやらないのか、そこら辺のところを教えていただきたいと思います。どうですか、まあ、これも多少無責任な言い方をすれば、今おっしゃったような消耗作戦ですね。相手をこう動かして、限られたガソリンを使わせて疲弊させるという、まあ、こういうのは孫子の兵法でも許されておりますから、まあ、そういうことはアメリカも当然考えていると思いますが、もう多分4月の終わりに1回終わってしまって秋までやらないことになるんだろうと思うんですね。ですからそれに代わってカール・ビンソンがいて、もしかしたらロナルド・レーガン空母戦闘群も近海に行く可能性がありますので、まあ、他の米韓合同軍事演習という形態は取らないけれども、引き続き北朝鮮のアラートが下がらないような、なんていうんでしょうね、フォワードデプロイメントの作戦というのはやり続けるんだろうというふうに思います。そうしないと兵糧攻めの迫力がないですよね。そういう意味では賛成です。でもやるかどうかは分かりません。はい、他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。個人会員の村野と申します。お二人に伺います。弾道ミサイル防衛構想ですが、このことについて そのアジアの近隣諸国の反応の問題ですね。でこれは日本としては反撃専用だと、北朝鮮向けだと、他の方は心配いりませんと、そういうことで取るでしょうか。そこのところはどう説得といいますか、反論なされるんでしょうか。野野寺さんですね。はい、北朝鮮に対して私どもはその攻撃してくるミサイルを無力化するために必要な装備だということで考えております。逆にじゃあ近隣諸国、これは北朝鮮も含めてロシアや中国、韓国、こういう近隣諸国は
相手の領土にまで届く装備を持っていないのかというと、みんな持っています。日本がそれを持つことに、反対される、向こうが持っていないんならそれは分かります。でも向こうがすでに持っているのに、こちらが持ったからといって、日本が配慮するという考え方は、私はなかなか理解ができません。先ほどアメリカ行った時に、実際に近隣諸国の方々からもあまりそういう反応なかったとおっしゃいましたよね。国際常識から言って、自分たちは相手に届く兵器を持っていて、相手がこちらに届く兵器を持ったから、それを国際社会で非難ができるというのはありえないことだと思います。ぜひそういうしがらみから解き離れたれて考えるべき、もう時代になっているんだと思います。村上さん、よろしいですか。はい、おじさん。日本経済新聞の大石です。いつもお世話様です。今のようなですね、こう日本を普通の国にしていこうという考え方を普遍していくと、最終的にはやはり憲法9条の問題にたどり着くと思うんですけれども、憲法9条2項がない方が、多分今のようなお話はですね、話がしやすいような気もするんですが、ちょうど先日安倍総理のご提案もあったことですし、この、日本9条2項の問題についてどのようにお考えになっているか、お二人に教えていただきたいんですが。いいですか。どうぞ。小野寺さん、言いにくいと思いますので、私は安倍総理のご提案とはいえ、ちょっとがっかりしています。つまりその1項2項そのままにして3項で自衛隊を認めるっていうんですけど、やっぱりその戦力不保持と自衛隊という三軍があって、世界最強レベルの軍事力を持っていることは世界中誰もが分かっていることで、それをこう自衛隊という名前にして戦力なき自衛力というようなことでずっとこう言葉を言い換えでやってきたことがある意味で、克服されないと、私は本当の意味で9条改正にならないと思う。そんな改正だったらやる必要ないと、今十分安保法制で、問題ないと、運用上でしっかりやれば問題ないと私は思いますので、あえて9条に手をつけるんだったら、公選権の不保持とそれから戦力不保持の両方を解消する、そのこれまでの積み重ねられてきた問題を解消する、そういう改正をすべきだというふうに思います。私は普通の国になるために今回のミサイル防衛の提言をしているわけではなくて、言葉をちょっと自分の言葉で使えば、やむにやまれぬ対応でこのような能力を持つしかないと思っております。日本の平和憲法、これは一定のやはり国民の中では評価があるんだと思います。ただその中でやはり自衛ということに関してはこれは否定されないだろうということで、歴代憲法解釈の中で自衛権というのは一定の位置づけがあり、そのための自衛隊というのはこれは2項には当たらないという考えが浸透しているんだと思っています。ただ憲法学者の方の中にはやはりこれを条文上見るとやはり憲法違反だという方が多数いらっしゃるとすれば、もし憲法改正のそのタイミングがあれば、自衛隊についてはこれは憲法違反ではないということを明確にするということは、自衛隊にとっては一つありがたいことかなと思っております。そのために2項をいじらず3項というのはどうでしょうか。自衛隊を位置づけるということはすでに、歴代内閣で、解釈の中で自衛隊は違憲ではないというふうに言っています。ですから、自衛隊を例えば3項に入れるために2項を変えなきゃいけないということには直接はつながらないんだと思います。より明確にするために、3項に自衛隊を加えるというのが安倍総理が今回お話しされたことなんだと思います。はい、はい、じゃあ続いてどうぞ。はい、どうぞ。個人会員のさぬきで質問は、要するに今日のお話を聞いてますと、
飽和攻撃対抗策は無策である大点、アンティミサイルミサイルの対抗力もこれ無策であるというのが先ほどの話でございますが、そこでじゃあ目的を叩くためにはどうしてそのどこにどういうのがあるかということをやるための軍事衛星24個これあればだいたい5メートルなし10メートルぐらいでピサッと分かると思うんですね。でそういうものを軍情報を指名とするためのシステムを予算化するということが必要ではないかというのが次のこの2つに対する結論であります。と同時に私は憲法は私は先ほど議論しましたが改正するなってやめてもう廃止したると新しく作ったるとかと、そして北朝鮮が何であれだけ強いかってことを皆さん考えてください。核武装しなきゃダメですよ。結局はアメリカは本当に日本を守ってくれるかと言ったときは私は守らないと思いますね。まあ、そういう意味で皆さん本気でね1億2711万人の国民の生命と身体と住と財産と守るとしたらばそのぐらいの危害は持たなきゃいかんと思うんですが、それと同時にお金はたくさんかけないでリニア核工法っていうものを実用化してはいかがであろうかと、リニア新幹線 の、 リニア超電導技術を使いまして、まあ、大体において防衛庁が使っているようなミサイルは5億から20億でございますが、リニア核工法ですと一発大体100万円ですよね。軍人が非常に安くて日本を守れると、そういう検討はおやりになっているかどうかと、小野寺さんどうでしょう。無策という厳しいお話ですが、そういうことではなくて、ミサイル防衛システムは機能はしております。ただいろんな事態に関して、完全に私どもそれに備えられるためにいろんな能力を上げる必要がある。そして、さらに言えば一番、撃ち落としやすい場所は、撃つ前である、そういう意味での対応をしっかりする必要があると思いますし、衛星からの情報もありますが、今それ以外にさまざまな装備があります。そういうものでなるべく多くの情報を集めて私もしっかり対応していきたいと思います。もちろん日本は非核、三原則でありますので、そのことは私どもこれからも守っていきたいと思っております。いずれにしてもぜひ、私ども防衛当局を、信用していただきたいと思います。はい、続いて、はい、どうぞ。ブルームバーグニュースのレイノルズですけれども、トランプ政権についてなんですけれども、最近、いくつかの事件がありまして、情報漏洩としてとか、コーミーさんの解雇などありましたけれども、そういう中で日本としては、特別工夫してこの今の米国政府と接しなきゃいけない状態になりましたのでしょうか。どのような工夫が必要でしょうか。おっしゃるように、コーミー FBI 長官を解任したのは私もショックを受けました。これは本当にオブストラクションというか、アメリカというのはデュープロセスを非常に重んじる国ですから、ああいう形で、一方的に、ロシアとの関係を操作している責任者 を解任することがどういう米国社会で、影響が出るのかというのはものすごく私はものすごく危惧実はしてますし、もうすでに情報当局からのリークとおぼしき情報がワシントンポストやニューヨークタイムズの一面を飾ってますよね。ですから本当に統治どころじゃなくなってくると思うんですよね。だからそこは本当深刻だと思うんです。一方で今回ワシントンで聞いてなるほどなと思ったのはですね、今外交安全保障政策を、方向づけているのは、マティス国防長官であり、ティラーソン国務長官であり、マックマスター安全保障担当の補佐官で、そのトランプ、これ気をつけて言わなきゃいけないですが、トランプ大統領がツイートしたりいろんなところでいろんなインタビューに答えていろいろ言ってもですね、それを否定するわけではないけど、その後マックマスターさんが出てきて、我々の方針はこうですって言うとですね、もうそれが
トランプ政権の方針になるって上書きしていくっていうんですね。でトランプさんは別にそのマクマスターに自分の前言を翻されてもそれをまたひっくり返すことはしないっていうんですね。ですから我々としてはもし工夫があるとすればこのティラーソン、マティス、マクマスターというこの三角形のところと十分なコミュニケーションができていけばですね、トランプ政権との外交安全保障に限った話ですけれどもある程度方向性は共有できるんじゃないかというふうに思ってます。あれロシア大使なんか情報を流したなんて話もありましたよね。あの辺はなんかご見解ありますか、コメントは。特に見解はありませんが、多分珍しいことだと思いますが、日本として、アメリカ政権に、アメリカのトランプ政権、アメリカの大統領にしっかりしてほしいというそういうメッセージとエールを送っていく、まあ、そういう、ことだと思います。以上です。なるほどね。他にじゃあいかがでしょうか。はい、どうぞどうぞ。北海道新聞の蛭川と言います。すみません、2点あります。1点は小野寺先生、中朝がもう同盟関係なんだから、しっかり中国が北朝鮮を、まあ、バックアップしてあげればいいというのお話で、なるほどなと思ったんですけど、毎日新聞だったと思うんですが、中国の中にその北朝鮮に駐留すべきだというような、なんかことをおっしゃってる方がいて、それがコラムで取り上げられてたと思うんですが、まあ今すぐということではないんでしょうが、万が一そんなことになったらこれもまたちょっとですね、日本としては歓迎できないのかなと思いますが、いかがでしょうか。それともう一点、地下鉄のお話が出ましたけれども、地下鉄止めて原発止めないのかという、議論が国会でも出ていましたが、これについてはいかがでしょうか。まず北の方については私が、で原発は長嶋先生の方に。私は北朝鮮が安定するということ、これが日本の安全保障に、極めて重要だと思っています。そして、中国は、大国としてのこれから振る舞いも、当然、期待され予定されてますし、そういう意味では外交でさまざま議論ができる相手国なんだと思います。いずれにしてもまず北の安定ということを私ども政策の優先課題としては今対応していきたいと思います。どういう状況で中国が北に入っていくかっていうのはいろんなパターンがあると思うんですけど、今までよく言われたのは米朝が、米韓連合軍と北朝鮮が戦うことになって難民がわーっと押し寄せたのを、ある意味でこう管理する名目で、北朝鮮に進駐していくと、こういうパターンは今後も十分あり得るのではないかというふうに思います。で原発はですね、動いていても止めていても危険であることは間違いないんでですね、そこに攻撃をかけられたらですね、ですから止めることがどこまで有効かというのは私もちょっと科学的によく分かりませんが、存在して、冷却している原子炉でも全電源が停止されたりとかすればですね、当然、脅威になりますので、原発というのはそういうものだということをやっぱり改めて認識する必要はあると思います。はい、では最後の質問いかがですか。はい、どうぞ。西日本新聞の永田と申します。小野寺さんにお伺いしたいんですけれども、先ほど反撃という論理で先制攻撃ではなく反撃という論理で ある種の一定敵基地攻撃能力を持つことにを提唱していらっしゃいましたが、こちらが敵基地攻撃能力を持ってしまうと向こうがやはり先に攻撃されるのではないかという恐怖に駆られて、そして、じゃあやられる前にこちら、攻撃してしまおうという向こう側のモメンタムを上げてしまうことになってしまう、そういうですね、その負のスパイラル、緊迫のステージが上がっていくことをですね、しない、させないでこちらが敵基地攻撃能力を持つということが可能なんでしょうか。それは可能であるとすればどういうやり方があるのか教えてください。まず
私どもこれは、反撃能力ということですから先制攻撃をしないということを私ども明確にメッセージとして出しています。そしてぜひ逆に伺いたいのは、じゃあ日本が丸腰で何もせず相手に何も対応することの能力がなければ北朝鮮は日本に攻めてこないんでしょうか。今どう考えても、初めに日本に対して、ミサイルの準備をし核弾頭を用意をし、そして、サリンを含めた化学兵器を持ち、そして具体的にそれを撃つ練習をしている国があったとして、これに十分に備えるというのが当たり前の対応であって、何か準備をすれば向こうから刺激するから何もしないでおこうという、そういう私はなかなか政策判断は、できないなという立場であります。ちょっと再質問どうぞ立って、はい、刺激するなというような意味ではなくて、向こうを恐怖に駆られさせて暴発させない、そういうやり方が必要ではないかということです。おっしゃる通りで、それは日本としての例えばこの能力を持つ場合の、発言の仕方とか説明の仕方はとても大切だと思いますし、この能力 の一番のやっぱり目的というのはミサイルを撃ち落とすという、私ども国を守るためにするべきことによって、これは向こうが撃ってくるミサイルに対しての対応する一番有効的な撃ち方は、本来やはり撃ってくる前にそこを無力化するということですから、決して私どもは例えば北朝鮮の体制を変えるとかそういうことでの能力ではないということ、そして、繰り返しになりますが、北朝鮮が日本を攻撃をすれば日本はミサイルで止めることができるかもしれない、でもその場合には私どもとして2発目を撃たせないための反撃で向こうを無力化する、こういう能力を持てば北朝鮮からすれば、攻撃を先にしてくればこれは自分が撃ったものは止められるかもしれないけど、かえって多くのものが飛んでくるかもしれない、抑止力になると私どもはそう思っております。ただ相手が逆に疑心暗鬼にならないように、これは国会議論も含めて丁寧にお話をしていく必要があると思います。はい、で今日のところはですね、ちょうど時間になりましたのでこれで終わりたいと思います。それでお二方にいつものようにこうやって字を書いていただきましてですね、ちょっと趣旨を説明し、もう一言なんか付け足したいことがあったら1分以内にいや別にまとめください。独立いたしましたんで我が母校の福沢諭吉の言葉、独立自尊と、頑張ろうとこういう思いで書かせていただきました。私は素直という字を書かせていただきました。松下政経塾出ておりますが、松下幸之助さんが素直という言葉を私どもに、ある面では、教えていただきました。意味は素直な心で周知を集めということですので、今日皆さんからいただいた意見さまざまございました。それは素直に聞かせていただいて、自分なりにそういう懸念があるんだな、それをしっかり受け止めていきたいと思います。ありがとうございました。じゃあお二人に総クラブからお礼のネクタイを差し上げますのでよろしくお願いいたします。じゃあ長嶋さん、これじゃあどうぞ。ではこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。